SNS を悪用したロマンス詐欺の被害が広がるのを防いだとして、福岡市の会社員の女性に警察から感謝状が贈られました。感謝状を送られたのは野村証券福岡支店に勤める吉武夏樹さんです。吉武さんは証券900万円分を現金化したばかりの春日市に住む顧客の男性が、先月さらに1500万円分を現金化しようとしたのを不審に思いました。 事情を聞くと詐欺の可能性があるとして、共に警察に相談に行ったということです。警察が調べたところ、男性はマッチングアプリで知り合い、結婚を約束した女性にネット通販ビジネスを持ちかけられ、すでにおよそ7,900万円を騙し取られていたことが分かりました。お客様の資産を守るためにあの十分な配慮を持って業務に臨みたいと思いますので。 警察は面識のない人からの投資話は信用しないよう呼びかけています。